だ僕ね、普段のこの、オンとオフもすごいはっきりしてるんですよ。普段こうじゃない、じゃあ、あの時のお酒飲んでる時はオンになっちゃってるのかな、もうレスラーになっちゃってるのかな。ちょっと人によりきりですよね。人に、あ、そうかそうか、やっぱ心許してる人には違う、あのオフの感じがあるんですね。あ、見たことない。今オフですよ。嘘、同じじゃないですか。スイッチ切りすぎてますも。もっともっと普段は明るい感じで。明るいかな、うちのスタッフさん。うん、はい、明るい明るい。今日本当はお酒用意しておけばよかった。あの車で来ると思われてたんで、本当はね、お酒と、ね、用意しておけばよかった。また落ち着いたらぜひ、ね、落ち着いたらぜひ。あ、そうだ、本当はそうだ、飲んじゃ、今飲みながらやっちゃいけないんじゃない、そんなことね。そうですよね、もちろん。そうですよね。まあまあ、まあ、いいんじゃないですか、うん、買ってこいみたいな。そうか、そう、今はじゃあもう家でしか飲まない。家ですね、外だって飲めないじゃないですか、うんうんうん。その一時期このちょっと夜がダメっていうことだったのに、まあね、丸々ダメになっちゃったんで、僕ランチでも飲むのとか大好きなんで、はい、あ、朝から、あ、昼から飲む、そうなんですよ。で、まあ、夜はしょうがないな、うん、今全部飲めないからどうしたらいいかなと思ってプロレスより悩んでます。すごい真剣になってる、はい、あの家でも例えば奥さんとかと飲むんですか。嫁とも飲みますし、一人でも飲みますし。あ、いいですね、はい。なんかよく家では飲まない、外でないと飲まないって人いるじゃないですか。あ、はいはいはい、あれって全然あの奥さんとも一緒に飲む。飲みます。奥さんもお酒好きですか。大好きですね。いいですね。家だと思う、うん、家でもそうですね、日本酒とかワインとか。奥さんともテンションすごい上がって飲むんですか。あ、そうですね。あ、いい。飲みます、飲みます、全然。あ、なんか見たい。あ、それ YouTube やってくださいよ、嫁と。うんうん。奥さんとどういうふうに楽しくテンション上がって飲むのかなって見たい。多分あの世の、まあ、もちろんファンの人は見たいだろうけど、はい、あのご夫婦で旦那さんと飲んでもなんかこう楽しくないんじゃないかって思ってる奥さんいると思うんで、だから見たいですね、どういうふうに普通の人たちみんな飲んでるのかなと思って。じゃあ今度テレビ電話しながらリモートで。リモートテレビ電話って古いかな、言い方が。やばいですかね、テレビ電話って。なんですか、ズームとかですか。ズームとかで、ね、今度リモートでやりましょうか。じゃあやりましょう、ご夫婦で。いいですよ、ご夫婦、ご夫婦で。いいで、楽しいのかなそれ。どうなんだろう、落ち着いて一緒に飲んだ方が楽しいよね。そうですね、ね、プレゼンの話しながらね、うん、あの元々丸藤さんが求め、あの、まあ、好きだったっていうか求めたのは三沢さんみたいなプロレス、うん、そうですね、でも、うん、あの体が小さいんで、ちょっとファンの時はこうルチャ志向というか、うんうん、飛んだり跳ねたりが、はいはい、そういうのが大好きで、うん、そういうのやりたいなとは思ってたんですけど、はいはいはい、まあでもこのプロレスの世界入って、うん、まあ、入ってまたこう自分の小ささを痛感はしたんですけど、うん、例えばその一番初め全日本、僕全日本プロレスで、あの淵正信さんって言うんですけど、はいはい、淵さんに会った時、淵さんってジュニアなんですよ一応。え、あ、ジュニアなんですよ 今も、はい、一応ジュニアのくくりなんですけど、それでも180ぐらいあるんですよ普通に、はい、淵正信でこんなでかいのと思っちゃって、僕176なんで、はい、だそこでこうどうしていくかなと思って、うん、でもやっぱりその最初の頃は飛んだり跳ねたりしてやってたんです、うんうん、まあ、だんだんやっていくうちにスタイルも変わっていって、うん、はい、飛んだり跳ねたりしてる風になって、うん、風に風になって今はほぼほぼ飛ばなくなって、うん、いやいやいや、はい、でもあのその入った頃に比べたら結構小さい方増えてきました。増えましたね、うん、僕より小さいのばっかりなんで、うんうん、はい、そうなると今度ヘビーになっちゃうんですか。今ヘビーでやってます。あ、ヘビーに、はい、でもっとジュニアがいるってことですよね。そうです。あ、じゃあ藤さんはグランデっていうか何ですか。どの辺のヘビーとかでもっと上側のスタバですか。もっと上の感じになっちゃうんですかね。まあまあ、でもまあジュニアですけど、うん、今のジュニアの子たちから見たらめちゃくちゃでかいと思います。 ですよね、はい。どっちにしても丸藤さんはもう普通になったんだ。小さかったと思ってたその入った時よりはもう全然今はそうですね、逆にちょっと大きい部類になって、うん、じゃあもう戦い方も今度ちっちゃい人相手だとまた違いますよね。やりやすいですか逆に。僕がですか、はい、そうですね、やりやすいし自分がやってたようなことをやってるんで、うんうんうん、そのスタイルをこう試合で合わせるのは全然大丈夫なんですけど、はい、そうか、自分が実際やったことなんだ、はい、それを、はい、そうですね、
あの大きい人にやっていくのをずっとやったじゃないですか、はい、そっちはそっちで難しいですよね。そっちも全然平気だったんですか。それはそれでこう大きい人を攻略するっていう点で楽しかったですね、うんうんうん、絶対にこの大きい人たちにはできないことってあるんで、うんうんはい、もちろん僕たち小さい人間ができないこともあるんですけど、はいうんうんあそっか、あの逆に違うからあのメリハリがあって面白かったですね。そうですね、多分見てる側も分かりやすいと思うんですよね、うんうんうん、どっちの方がいいですか。今の若い人たちのこう互いに同じような感じの技をやりあの繰り広げる方が楽しいですか、好きですか。どうすかね、疲れるんですよねジュニアの動きって、うんうんうん、動きが、ねはい、ヘビはヘビで疲れるんですけど、うんうんまあ、そうか、うん、でも結果的にこう今ほとんどその飛ばないスタイルになっても、うん、そのやり方で試合をこう、はい、構成することができるようになったんで、うんはい、今が一番いいですね。今が一番いい、はい、やっぱその動かなくなった分目とかあのその体の動き一つ一つでこう間を持つっていうか、はい、そういうのっていうのももう簡単にあの考えずにできちゃう方ですか。それとも飛ばないにしようとかっていう自分の中であって違うファーストスタイルに変えていったっていう感じなんですかね。やっぱ怪我もたくさんして、年齢も重ねてできないことが増えてきた、うん、で本当なんだ、はいうんまあ、その中でいかにこうその衰えじゃなくてそれを逆に生かして、うんはいプラスに持っていけるかっていう部分で、うんはい、僕の中ではこうファンの人とかに同情されるようなプロレスした時はもう引き際かなと思ってるので、うん、あそのタイプなんですね、はいうん、自分でできるできると思っててもね、ファンの人になんか心配されながら見られるんだったらもうそれは嫌ですね、うん、なんで自分ができるものをこう見つけて、うん、それで今はやれてるんでやれてるつもりなんで、うんうん、じゃあ、 あの馬場さんの最後の弟子っていう感じで言われて馬場さんのようなあのこうもう本当に上がってくれればいい立ってていただければいいっていうふうには自分はそれを、まあ、自分で言うのもあれですけど、うん、ああいう存在はになるのはもうなかなか難しいんですよはっきり言って、うんうん、馬場さんであったりとかそういう三沢さんであったりとか、うん、そういうなんか上の人たちに近づくとこは近づいて、うん、やっぱ何もかもが一緒じゃないんで、うんはい、そこに関しては僕は引くときは引きたいなと。自分の求めているものっていうのは最終的には何なんですか。団体関係なしに丸藤選手として個人でそうですね。でも個人でそのベルト云々とかいうものは当たり前の部分であって、うんうんうん、もうちょっとやっぱりこうプロレスラーになったからにはもっと世間にプロレスを知ってもらって、うん、丸藤を知ってもらって、まあ、僕もそうですし、うん、ノアという団体もそうですし、うんまあ、この限られた枠の中でこうプロレスというものをやってプロレスラーになれて、うんはい、いわゆる普通の人たちとは違う世界に踏み込めたならば、うん、もうちょっとこうプロレスラーっていうものを世間に知ってもらいたいし、うん、アピールしていきたいし、うん、昔って多分そうだったと思うんですよ、はい、なんならその芸能人さんたちが憧れたり好きだったのがプロレスラーみたいな、うん、昔って会場に芸能人さんが いましたね、見に来たりとかしてたじゃないですか、うんはいうん、そのプロレスラーの位置というものをもうちょい上げたいなっていうのを、うん、すごいなんかあのよく芸人さんでも多いじゃないですかプロレスファンの人多くって、はいはいはい、あのプロレスの入場だったりコールだったりアピールの仕方をすごい勉強になるんですっていう人いっぱいいてなんかこっちからしたらあの芸能界すごいし華やかだし、はい、ああいうふうにいっぱいテレビで出たいなとかって思ってたんだけどもあ逆に見られてるんだって思った時すごい嬉しくて、うん、なんかやっぱしもっと芸能人にもファンがいてくれた方がいいですよね。そうですね、うんまあ、それが一番こうなんていうんですか形としては分かりやすいですし、うんうん、世間的にも、はいはい、最後の質問になるんですけどももう最後ですか、はい、なんかあの NG 聞きたいことありますか聞きたいことないんでしょないんでしょ無理やり絞らなくていいんだから聞きたいことかないですないですまあ、また呼んでもらうからそれまでに考えておきます、はいはい、わかりましたあの最後は、はい、あの一応副社長としてなんですけども、はい、あのノアのこれからは
どういうふうになってノアのこれから。そうですね、はい、今サイバーエージェントという大きな会社の下についてやってるんですけども、はいはい、あのまあ、ノアが DJT さん、そうです、グループが、はい、そうです、高木さんとかの、はい、高木さんが今一応うちの社長なんで、一応って言ったらこれ、ノアの社長が高木さんなのかになったんですよ。あ、なった、いつですか。なったんです、サイバーエージェントになってからなんで、去年の何月になるんだ。あ、まあでも高木さんは全然うちの会場とかにも顔出さないですし、うん、その現場任せてくれてるんで、はい、その、うん、責任者という形でついてくれてて、うんうん、はい、どういう風になっていくんですかね。じゃあもう本当に丸振さんの考えを重視して、これからノアはどっちの方向に行くのか、どう行くのかっていうのは決まるってことですよね。うん、まあ僕の考えというよりかはやっぱりこう、うん、現場もそうだし、レスラーの考えもそうだし、うんうん、まあでもその現場レスラーの考えよりいろんなアイディアをそのサイバーエージェントの人とか、うん、アベマ TV の人とかが、はいはい、アベマの人とかが本当に何ていうんですかね、スタッフ側もプロフェッショナルな人たちが本当に増えたんで、はいはい、うん、さらにノアが何ですか、これから今までよりもこうメジャー感を出していける雰囲気が非常にあるので、はい、まあ、さっき言ったようにもっと世間にこのノアっていうものを知ってもらえる機会が増えていくんじゃないかなって、うん、はい、はい、なんかあの、まあ、高木さんはプロ元、あ、元じゃない、今もプロレスラーで、はい、だけどもそのアベマとか、あのなんかこう新日本みたいにプロレスを全然関わってなかった人がスタッフになって、はい、ガラッと変わったじゃないですか、はい、なんかそういう感じでなんか大化けをするような、これからもっともっとちょっとすごい規模が大きいっていう、うん、なんか見えました。ありがとうございます。ありがとうございます。で多分でもどうなんですか、あの全然プロレス知らなかった方の指示っていうのは、はい、聞けるんですかね。そうですね、だからその前例が結局あっちゃったから、うん、あるから、新日本っていう前例があるから、はい、実際レスラーってどういうふうに受け取るんでしょう、それ。あの新日本さんが一気にこうバーッと盛り上がった時に、うん、プロレスがまたブームになってるっていうふうに巷ではなったんですけど、結局それは新日本さんのブームだったんで、はいはいはい、決してそれがプロレス界全体のブームではないっていうのは、うん、もう完全に肌で感じていて、うんうんうん、なんであのしっかりブームっていうのは自分たちで作んなくちゃいけないなっていうのがある中で、はい、そのサイバーエージェントっていう大きな会社がついてくれたんで、うん、はい、あの非常に今ノアというものを、うん、まあ、さっき言った YouTube であったりとか、はい、あの本当に他のテレビ番組とかにも出させてもらえるようになってきたんで、はい、いろんな形でアピールしていけるなと。そうですね、はい、配信が広くなりました、ね、まあ、そうですね、この、ね、うん、YouTube にも出ましたしね、はい、まだちっちゃいんですけどよろしくお願いします。ブルさん今度うちノアの公式の方にも出てください、ね、もちろんです、よろしくお願いします、で言ってきてって会社に言われたんです。あ、本当ですかありがとうございます、はい、あの飲み比べはできないんですけども、逆にこっちの番組になんか企画で、はいはい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、全員でメイクすればいいですかね。 ありがとうございます。俺見たよ、あのメイクの YouTube の、はい、あ、本当ですか、はい、10分間メイク、あれ ポスカだったんですね。ポスカです、ね、ポスカです。今多分ポスカは巷で結構売れてますですよね唇もポスカだったんですか。そうです、青い。ぜひぜひやりましょう、はいはい、あのちょっとあのノアがちょっとこれからどういうふうにあの大化けをするのかがすごく予感が見えたので、はい、あの期待をして見ています、はい、あの丸振選手ももちろん注目して見ていきたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってください、はい、あのそれとあとコラボ、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。